はい、またまたこんにちはということでですね、さっき、回したばっかだったんですけど、なんとお母さんが、スーパー行くからついてくかみたいな感じで言われたんで、行ってもう一回買ってきました。しばらく、でも夏があるんですよね、次夏の水着多分髪型次第ですね。私髪型詰めんの好きなんで、髪型次第で、はい、買います。またその後はしばらくは多分貯めれると思うんで、しばらくはお休みさせていただきます。それでは確定、ちょっと取れてるか不安なんですよこういうの。いきます。スーパーレアすら全然出えへん。やば。あ、出た出た。ノエルちゃん。じゃあ最後に無料で3連だけ。今回確率悪いな、結構。どうしましょう。どうしましょう。うん、一回、どうしよう、考えようかな。せっかくだしな、どうしよう。推しの誕生日なんで、じゃあ回しましょう。3連だっけこれ、5連だっけ。じゃあ、重いんだなこれ。重いのかこれは。多分ネットだなこれ。ネットだ。次どうしよう、どうしよう。じゃあこっち行けます。エリクサ結構溜まってんだ。うわ、全然使ってなかったんだ。こういう感じです。はい。じゃあ、3分で。そっか。もうこれ、マックスなんだ。すごいな。じゃあ、これはまた個別に出そうかな。どうしよう。どうしよう。モシュネちゃんの声がどんどんかぶってってる。違う。そこまで上がってないな。そこまで。じゃあロックしときましょう。さっきね、マリちゃんの分も当たってたんですけど、UR ですね。ですね、じゃないわ。UR。当たってたんですけど、それだけプレビュー忘れてたんですけど、メモか、なんだ。
そう、リライトしちゃいました。で、リライトしたらですね、さっき当たった、まほちゃんの、まほちゃんじゃないわ。まほちゃんじゃないわ。ちょっと焦ってんのかもしれないな。まなちゃんの、メモ化に書き換えてしまって、収束されました、無事。うん、同じメモ化がね、1日で2回当たるっていう。せっかくなんで、あー、チャンスゾーン来たか。来てないわ、びっくりした。めっちゃ恥ずかしいやん。最後まで行きます。はい、ゴール来たんで。じゃあメモ紙ますか。長いな。長かったな。まあ、なんか、こんなに長かったのに、モルガナちゃんのさ、なんか、ウフフが、なんか、頭の中に残りすぎて。で、確か、ガチャ券もらえた気がする。10分まで間に合いますね。おまけということで。10連ガチャが一番出ないっていう。まあこんなところですね。
それでは皆さん、さようなら。バイバイ。